死神代行黒崎一護、大切な仲間を守るため今魂の刃を振り下ろす。なら来い。こっちはあんたの攻撃にようやく目が慣れてきたとこだ。誰が正義なのか、誰が味方なのか、お前なら誰を守るのか。この刀だけが知っている、果てしない戦いの行方。この想いの強さで迷いなく今にルキアを助けてえか。バカ野郎、助けてんじゃねえよ。助けるんだ。第1級重火災、朽木ルキアを極刑と処す。お前と言葉を交わすのもこれが最後となろう。白夜兄様、いやー、愛せん大将、いやふざけんな。てめえがルキアの力を奪いやがったから、ルキアの罪が重くなったんだ。てめえのせいでルキアは殺されるんだよ。そのてめえがどの面下げてルキアを助けるなんて抜かしやがる。わかってるさ、そんなこと。だから俺が助けるんじゃねえかよ。お前か。うわー、キラ君、どうして。僕は三番隊副隊長だ。どんな理由があろうと隊長に剣を向けることは僕が許さない。いやー、俺の負けかよ。黒崎、恥を承知でてめえに頼む。ルキアを、ルキアを助けてくれ。どいて。ダメだ。どけって言うのがわからないの。ダメだと言うのがわからないのか。動くなよ、どっちも。室ヶ谷君、一人で戦いに臨むということは決して敗北が許されぬということだ。牢に入れておけ。捕らえろ二人ともだ。一丸、ひな森に血流させたら俺がてめえを殺す。そら怖い。悪い奴が近づかんようによう見張っとかなあきまへんな。ルキア、サタン、オーザークリーニング、赤く投げ崩しの影に一作の手を出されて。サタン、オーザークリーニング、赤く投げ崩しの影に未来の預けろ。ついてねえや。